8.8cm パック43は第二次世界大戦中にドイツ国防軍で採用された合計 88mm の対戦車砲である。1940年ドイツ国防軍は従来の 8.8cm フラック18、36、37に代わる高車砲開発のための契約をラインメタル車及びクルップ車と交わした。先行したのは ラインメタル社で従来の8.8センチメートル砲同様に十字型砲がに乗せられた新しい74口径という長方針、装薬の多いより高威力の砲弾を用いるフラック41が開発、採用された。これは威力こそ高かったものの初期トラブルや生産の遅延が発生した。対抗するクルップ社の試作名称が0と58にも 採用の機会はあったが、結局こちらは、物にはならず、新たに戦車法及び、渋滞戦車法として、設計をやり直すこととなった。1943年、これらは、戦車法型が 8.8cm KWK43、対戦車法型が 8.8cm PAK43 として採用された。どちらも方針長は71口径で、 垂直左線式の閉鎖器とボタンを押すと発砲する電気式の撃発装置を持っていた。これは、洗車法としては普通であるが、対戦車砲としては、珍しい仕様で、互換性を重視したようである。また、誤差する、汚染が、砲画などに当たるような角度では、安全装置が働いて発砲しないようになっている。他の、この類の方を同様、閉鎖器を開いた時に、 自動的に薬莢が排出され、装填後に閉鎖される。なお、自走法用として、ナースホルニー用のパック43-1、エレファント獣駆逐戦車用のパック43-2、ヤークトパンター用のパック43-3が、また、対戦末期には、敬意型パック43を自走化した各種のバフフェントレーガーも製作されている。 パック43-3はこれを搭載するヤークトパンターの宮具車工場が爆撃され車体の生産が遅延したため先に生産され余剰になったものを簡易型十字砲画に乗せた対戦車砲も作られた。これは駆逐戦車搭載用に前後のバランスが調整されていたためヤークトパンターの棒立てをそのまままたは代わりのバラストを装着している。 砲弾に用いられる装薬が 6.8kg と、米軍の 90mm 戦車砲、m 3用砲弾の 3.3kg の倍以上という、この砲の威力は、第二次世界大戦中の対戦車砲としては、最高クラスの一つである。通常の誹謗付つけ鉄鋼榴弾である、PZGR39-43 を用いた場合、30度、傾斜した。 装甲板に対しては20、mm、203mm 18、185mm 16、165mm 14、148mm 13、132mm、貫通できた。タングステ転ン進ンが仕込まれた、PZGR40、43の場合、30度、傾斜した。装甲板に対しては23、mm、237mm 21、217mm 19、193mm、 171mm、153mm 17 15、mm、であり、実際に戦場で遭遇したあらゆる敵戦車を撃破可能であった。対戦車砲としては珍しく高車砲のように十字型砲画が,が採用され、専用トレーラーから下ろした射撃状態では360度の全周射撃が可能であるが、緊急時にトレーラー上から発砲する場合は側面の足を展開し、 車格は左右30度に限定される。4つのゴムタイヤを備えた専用の204型トレーラーに乗せられ、5トン、ハーフトラックや後継の SWS、または L4500R マウルティアなどで牽引された。従来の対戦車法より、はるかに強力ではあったが、大型活大重量であったため、人力での移動は大変困難であった。このため、 戦闘中に陣地を変更して戦うことは不可能であり、また撤退の際に牽引者がなかったり、雪や泥で牽引が困難な場合、放棄しなければならない事態に陥った。これにより露覚された、この法は、連合軍や赤軍によって、ドイツ軍重戦車に対抗できる対戦車法や、野法代わりとして再利用されることとなった。 パック43は1問あたりの価格2万1000、ライヒスマルクとコストパフォーマンスに優れ、1943年3月から1945年3月の間に計2840問が軍に納入された。初期には方針の生産が先行し方がの生産が遅延したため、方針を無駄にしないためにラインメタル社が8.8、 センチメートルパック43、41を1944年の夏まで並行生産している。月間グランドパワー2007年10月号ほか、これのみ、方針は共通だが、放火や中退機、閉鎖機、撃発装置などが異なる、クルップ車の8.8センチメートルパック43、41がベースである。初期生産の四百問には、 円形の中心部から小さな四つ足を展開するシングルタイヤ付きの砲画が用いられたとする資料もあり、非常に少ないが写真で、その存在を確認できる。このタイプはアランホビーから1、35スケールで模型化された。ありがとうございます。